皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマはパートさん会社員からの自宅教室業への転職をするのに一番良いタイミングはいつなのかというお話でございます。最近ですね、コロナの影響とかもあって、在宅リモートワークっていうのが非常にこう盛んになってきている中で、自分の人生を見つめ直す方も非常に増えているんですよね。このまま会社に勤める形じゃない違う生き方もあるんじゃないか、自分っていうのは他にもこんなこともできるんじゃないかとか、いろいろそういうことも考え始める時間がたくさんできたっていうことですね。その中で、OL さんとかあとパートさんで、自分の得意とか趣味とかを生かして自宅教室業をやりたいっていう方も非常に増えているっていう背景においてですね、じゃあ一番いいタイミングはいつなのかっていうね、そういうお話とかもあったりするので、ちょっと今日はその時期というものについて触れていきたいのと、その時期でじゃあどういうことを準備としてやっていったらいいのかっていう、このお話をねちょっとしていきたいかなっていうふうに思っています。はい、そしたらですね、まず本題を先に本題に対する答えをお伝えするんですけど、じゃあまず会社員からね自宅教室業への転職をするのにいつなのかっていう話なんですけどね、タイミングはその人が本気で動きたいと思った時がタイミングです。これは会社の事情とか家の事情とか世間の事情とかいろいろ考慮すればねいくらでもあるんですよ。例えば会社員だったりすると、もちろん会社に引き止められるっていう事情とかあったり、皆さんにね迷惑がかかるとか、そういう時期に辞められないっていう、一定のそれはね絶対的にあると思うんで、そこは守ったらいいと思うんですけれども、自分がそう決めた時が、転職のし時っていうことになります。はい、多分会社員の方よりはパートさんの方がまだ辞めやすいのかな、時期的には。はい、でここで必ず問題になるのが、そのお金がないからっていうのが大概問題になります。生活費が困るからとか、もちろんそれ切実な問題ですよね。当然辞めてしまえば収入が途絶えるわけですから、自分で自宅教室業で本当に行けるかどうかわからないのに、そんなのいきなりとか家族の反対もあるしっていうことであると思うんですよ。ですからこの段においては、2通りの考え方があります。まず時期はいつなのかっていう話は、その辞めたい時がまず決意をするっていう、先に決意が必要ですよ。決意をするっていう、まずそれが辞め時なんですね。だけど引き止められたりとか、引き継ぎ上無理っていう時期が当然出てくると思います。でそこは本当に辞められる時になります。辞め時の心はもうそう決まっていても、あと交渉によって辞めなきゃいけない時の 2,3 ヶ月後にずれていくケースがあると思います。ただしその時に預貯金があったり、6ヶ月ぐらいはやっていけるような金額がある方は、それでもまだいいかなっていう感じなんですけど、大概そういう状態ではない状態で転職とかを決意するはずなんですね。私も別に大きいことは言えませんけれども、大きくちゃ叩けないんですが、私も会社員からの転職の時大して貯金なかったです。だから必死に働くしかなかったんですけどね。退職金もほとんど出ないような状態に なっている世の中でしたので、退職金いくらあったかな、50万ぐらいあったかな、50万ぐらいの退職金が、教室業の準備、その時パーになったんですけど、テーブル買ったりオーブン買ったり、4人分ののし板とか4人分 の、そのパンの綿棒とか何やら4人分っていうので全部揃えていくと、あっという間に50万なんてなくなっちゃってっていう、そんな感じでしたから、多分それ普通だと思っているんですよ。ないみたいな。ということは何か保証が欲しいわけですよね、きっと。で考えると、会社員ないしはパートだったとしても、手応えと保証が欲しければもう動き出しているということです。例えば週末企業みたいな形か、
自分の属性になるお客さんが平日来る主婦の方とかを集めたいんだったら、やっぱり平日ですね。どっか有給とか休んででもいいから、その自分の夢のための作業をする時間を取って、少しでもファン作りをしておく。で、これ開講できなかったとしても、ブログ書いたり動画アップしたり、顔出しなしでもですよ、できるんですよ、準備って。そうすると、こういう人が来るなとか、こういう人がファンになってくれてるらしいっていうのは、実感として、手応えとして見えてきたり、実際にそれで本当に集客が自分ができていれば、やっていけるかもっていう、多分目算が立つと思うので、これを先にまずやってみてほしいんですよね。心を決めるのはまず大事なんですけど。だからお金がない人の場合には、心は決めるんだけれども、すぐにはやめられないっていう事情があったらですね、そのお試し期間が必要になっちゃうんですよ。じゃあお試し期間やるってことは、普通の仕事に加えて、その夢のための仕事作業の時間を別途取らないといけないから、全てのことがうまくいくっていうことじゃないんですね。例えば趣味で遊んでた時間をその起業のための準備に充てるとか、趣味のために使っていたものを、ないしは例えば大好きなね、洋服とか何やら買ってたとか、そういうのがもしあったら、そのお金を一旦止めてでも、そちらの新しく事業を起こそうということのための学びの時間、学びの投資のお金とか、いろいろあると思うんですけど、そういった時間とお金を投下できるかっていうことです。ダブルで、そのやめてない時期に、水面下で。ここは結構大きなポイントになります。決めるのはいいんです。決めていただいてもね。余力がない方は、少しそれを先延ばしにして、ダブルで働き続けないといけない感じになります。で、そのダブルで働き続ける時も、ここまでにするっていう期限を決めたところに向かって集客できるという自信を持つという期間にするという、ちゃんと計画を持って動かないと、やみくもにですね、集客しても集客まずできないです。やめた時に途方に暮れることになりますのでね。だから数ヶ月耐えられる預貯金がある方は、バサッとやめて、全部の時間をきちんと使って、ガッと勉強して、教室業を立ち上げてやるっていうやり方でも OK です。私はどちらかというと、そちらを辞めた後、バサッと辞めてるので そういう選び方をしてますが、水面下の準備は1年以上前からコンサルの先生についてお勉強もしていたし、ブログとかも約1年ぐらいは準備期間ずっと書いてます。なので、そちらもしながらバサッと辞めてるので、実際は無計画には全然辞めてないです。その時期に辞めたいと思ったから準備を1年間かけてやっているという形になるので、会社員を勤めながらもその準備をしているということになります。当然、今よりももっと副業に対して、厳しい世の中だったので、なるべくね、バレないようにして、それこそ顔出しなしでブログを書いていて、会社を辞めてからです、顔が出せて本名が言えるようになったのは、という流れを組んでますので、その2倍の努力がその時にできるかどうかっていうことですよね。だから、タイミングは思った時でいいんです。だけど、お金の財力の状態によっては1年後になっちゃう方もいらっしゃるし、3ヶ月後で大丈夫な方も大丈夫だし、今すぐ辞められる人は今すぐっていうことでもできるんですね。これは財務状況によるっていうことになるので、通常はお金がないっていうケースが多いので、その方は自分の時間を必死に作り出して、その時に他のことを止めてでも、その未来の自分のための投資をすることができるのかどうなのかっていうのが、結構大きなポイントになってきます。その未来の自分の投資はそんなに長く無理だって思う人は、起業には向かないです。起業してからですね、結構やらなきゃいけないことって多いんですよ。だから、それを計画を持ってコントロールがその段階でできていない、要はルーティンが組まれている中でそういう動きができないっていう人は、全部の時間を自分でもらったとしても動けないはずなんですよ。
で、その時に会社員ないしはパートを勤めながらこの少ない時間で頑張って準備をするっていうこの癖がついてると、全部自分の時間で使えるようになった時に、その時間の割り振りを上手に使っていくことができるので、うまくいきやすいです。だから時間がないからうまくできないっていう人も、まあまあこれ起業終わった後も結構ずっと続く話なんですけれども、その時間の使い方とかも学ぶのにちょうど2倍分ぐらい頑張る時期を作っておくと、起業した後に結構楽になります。なので、時期的には辞めたいというか、起業するぞと決めた時が起業し時なんですが、準備がいつからなのかっていうのは人によって変わるし、努力をその時しないといけない。で、起業1年目から3年目が一番きついです。時間と、稼ぎとかも足りてないのを努力してやっていかないといけないので、もしかしたら辞めたことを後悔するような時期とかもあるのかもしれないです、経済的には。だけど必ず前向きにこう上がっていくように進んでるんだっていう自分を信じながら、地道な努力をできるかできないかが3年後の結果と成果に大きく変化を与えることになるので、お金がなくなるから怖いっていう方は、まず準備をしてみるってことをされてみてはいかがかなというふうに思います。もちろん無謀に辞めてから頑張る人もいます。どっちでもいいんですけど、家の状況が許すのであれば、失敗が許せないっていうのであれば、ないなりきにも時間を何とかでも捻出して、で、未来のための努力をする時間、1時間でも2時間でも作っていくことができるのかっていうことが結構必要な感じになると思っています。ということで、まとめをしたいと思います。パートさん、会社員からの自宅教室業への転職をするのに一番良いタイミングはいつなのかということについての答えは、決意をした時というのが一番いいタイミング。ただし、持ってる貯金の金額、家族の状況、会社ないしはその職場の状況によって辞められる時期っていうのが変わるので、準備期間が必要な方は、準備の期間最長1年とかかかるケースもあります。でもその1年でやるべきことっていうのは、まずファン作り、未来の自分の教室に通ってくれるお客様作りをしておいて、開業時にすでにお客様がそこにいるという状態にしておくことっていうのが一番大事なことになっていきますので、そんなタイミングで考えていただければなっていうふうに思います。それでは。